おはようございます。ただいまから本市議会6月定例会を開会いたします。本日の出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。なお関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたのでご了承願います。次に本日の会議日程について申し上げます。日程についてはあらかじめ印刷の上申し上げてある通りであります。ご了承願います。次に本日の会議録署名議員の指名を行います。署名議員については会議規則第88条の規定により、議長において小倉雅人議員、吉田圭三議員、以上2名の方をご指名申し上げます。次に本会の会期についてお諮りいたします。会期についてはあらかじめ議会運営委員会においてご協議願いましたところ、16日間を取ることが適当であるとされましたので、本会の会期は6月29日までの16日間といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって採用決せられました。次に本会期中における休会についてお諮りいたします。明15日ないし17日、23日、24日、26日および28日を休会といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって採用決せられました。この機会に、去る4月1日付で人事異動のありました当局説明員並びに議会事務局職員に挨拶の機会を与えることにいたします。ご了承願います。次にこの機会に、全国市議会議長会から表彰を受けられました方々に対しまして、表彰状の伝達を行いますのでご了承願います。去る5月30日に開催されました第94回全国市議会議長会定期総会におきまして、議員在職15年以上、同じく議員在職10年以上のご功績により表彰を受けられました方々に対する表彰状の伝達でございます。お名前を申し上げますので、議席でご起立をいただき、さらに受領につきましては代表でお願いいたします。お名前を申し上げます。議員在職15年以上のご功績により表彰を受けられましたのは、戸川俊夫様、はい、斉藤元夫様、はい、土屋隆様、はい、渡辺美智様、はい、松崎真様、はい、以上の5名でございます。議員在職10年以上のご功績により表彰を受けられましたのは、鈴木陽様、はい、安倍光政様、以上の2名でございます。以上7名の方を代表されまして、戸川俊夫様に表彰状の授与をお願いいたします。
表彰状、会津若松市戸川俊夫殿、あなたは会津若松市議会議員として15年会津若松市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第94回定期総会にあたり、本会表彰規定により表彰いたします。平成30年5月30日、全国市議会議長会会長山田和人代読でございます。おめでとうございます。はい、ご着席ください。同じく第94回全国市議会議長会定期総会におきまして、目黒正三郎議長が議長在職4年以上のご功績により表彰を受けられておりますので、この際合わせましてご披露申し上げます。表彰状の伝達および披露については以上でございます。これより日程に従い議事を進めます。まず報告に移ります。報告第3号監査の結果報告についてを付議いたし報告いたします。本報告につきましては印刷の上申し上げてあるとおり、監査委員から報告がありましたので報告するものです。次に日程第5による議事を進めます。これより提出案件についての説明に移ります。まず案件を付議いたします。議案第49号ないし同第54号、報告第4号ないし同第9号および承認第1号以上の諸案件を一括議題といたします。市長より提案理由の説明を求めます。市長。おはようございます。おはようございます。本日6月議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご参集を賜り厚く御礼を申し上げます。さて今回提出いたしました案件は、会津若松市税条例等の一部を改正する条例ほか12件でありまして、各議案につきましてはあらかじめ印刷の上説明書を添え一括お手元に差し上げてあるとおりでありますが、その概要についてご説明申し上げます。まず議案第49号会津若松市税条例等の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は地方税法の一部改正に伴い所要の改正措置を講じようとするものであります。次に議案第50号会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は地方税法施行令の一部改正に伴い所要の改正措置を講じようとするものであります。次に議案第51号会津若松市市民スポーツ施設条例の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は会津若松市コミュニティプールについて川東学園中学校の教育課程に基づく事業等の利用に供するため所要の改正措置を講じようとするものであります。次に議案第52号財産の取得についてでありますが、この議案は消防団に配備するため消防ポンプ自動車を取得しようとするものであります。次に議案第53号城北小学校校舎北東等改築工事請負契約の一部変更についてでありますが、この議案は先に議決を経た
城北小学校校舎北東棟改築工事請負契約についてその一部を変更しようとするものであります。次に議案第54号財産の取得についてでありますが、この議案は小学校に配置するため電子黒板機能付きプロジェクター等を取得しようとするものであります。次に報告第4号平成29年度会津若松市一般会計繰越免許費繰越計算書についてでありますが、この報告は先に繰越免許費として議会の議決を経た待機児童解消加速化プラン関連事業等について繰越免許費繰越計算書を調整したので報告するものであります。次に報告第5号平成29年度会津若松市一般会計事項繰越計算書についてでありますが、この報告は飲料水対策事業について事項繰越の措置を講じたことに伴い事項繰越計算書を調整したので報告するものであります。次に報告第6号平成29年度会津若松市水道事業会計予算繰越計算書についてでありますが、この報告は平成29年度会津若松市水道事業会計予算の繰越について予算繰越計算書を調整したので報告するものであります。次に報告第7号平成29年度会津若松市下水道事業特別会計繰越免許費繰越計算書についてでありますが、この報告は先に繰越免許費として市議会の議決を経た建設改良事業について繰越免許費繰越計算書を調整したので報告するものであります。次に報告第8号平成29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計繰越免許費繰越計算書についてでありますが、この報告は先に繰越免許費として市議会の議決を経た扇町土地区画整理事業等について繰越免許費繰越計算書を調整したので報告するものであります。次に報告第9号平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計繰越免許費繰越計算書についてでありますが、この報告は先に繰越免許費として市議会の議決を経た農業集落排水事業について繰越免許費繰越計算書を調整したので報告するものであります。次に承認第1号会津若松市税条例の一部を改正する条例の専決処分についてでありますが、この承認は地方税法の一部改正に伴い所要の措置を講じたことについてその承認を求めようとするものであります。以上提出案件の全部につきましてその概要を申し上げましたが、詳細につきましてはご質疑に応じ次の本会議または各委員会において主幹者をして説明いたさせる所存でありますので、何卒よろしくご審議の上原案のとおりご賛同賜りますよう念願する次第であります。以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。